ファイル、バンデラセレック、PNG ラテンアメリカカリブ諸国共同体の旗。ラテンアメリカカリブ諸国共同体は、ラテンアメリカに所在する諸国家の共同体。加盟国は、アメリカ合衆国とカナダを除くアメリカ大陸33カ国であり、面積は約2000万平方キロメートルに達し、総人口は6億人を超える。中南米、とも表記される。 ラテンアメリカカリブ諸国共同体設立首脳会議、ラベーカリブ首脳会議が前進であり、2011年12月3日に、ベネズエラの首都カラカスで開かれた中南米諸国33カ国の首脳会議で、南米独立の英雄シモンボリバルを称賛して、設立原則などを記したカラカス宣言とカラカス行動計画を満場一致で採択して、正式に発足した。 ベネズエラ独立200周年に合わせて開催にこぎつけた議長国ベネズエラのウゴチャベス大統領はキューバの加盟しない米州機構はセレックにとって変わられるだろうと批判してセレックと中国の関係強化を呼びかける中国の子近藤主席からの祝電を読み上げたまた様々な分野の特別声明も発表され核兵器全面廃絶に関する特別声明では核兵器を どのように廃絶するかを話し合う国際会議を緊急に開催するよう求めた。2015年1月8日にはラテンアメリカ以外の国では初となる会合を中国の北京で開いた。ラテンアメリカカリブ諸国共同体加盟国の地図、ラテンアメリカカリブ諸国共同体の排他的経済水域セレックは5つの異なる公用語を持つ33の国からなる。 18の国がスペイン語を公用語とする12の国が英語を公用語とする一つの国がポルトガル語を公用語とする一つの国がフランス語を公用語とする一つの国がオランダ語を公用語とする12の国が南アメリカに位置し面積の87%及び人口の68%を占める残り21国は中央アメリカ及びカリブ海に位置するありがとうございます